えではね、ドル円の月き足、週足です。いよいよ84.168円ですね。これで止まるかどうかですよね。止まらないと、ちょっとまたこうぐーっと下がってきて、ックくらいになっちゃいますから、すごく下がっちゃうっていうことですけどね、ドル円が70円割れちゃうような事態も起きるっていうことですよね。まあ、そうなるかどうかはまあ別としてですね、うんまあ、ありえなくもないですよね。うん でまあ、あのー、それはダブルトップになったらな話。でも、ここ超えてまた円安の方に向かうのかなっていう感じですよね。で、それをちょっと注意が必要なんですけど、じゃあ、冷やしはってなるとですね、もう本当にもう間近なんですよ。で、その時にこう、まあ、重要なのがここですよね。81.68 4ここは重要度が増してきてます。これ過去のレンジで、今、加減ですよね。で、2回も止まってるし、ここ割れちゃうと、 あと、ここは残ってますよね。で、それだったら多分、この辺は大したことないんで、一気にここまで来ちゃうっていう、そういうこともあります。だからちょっとその辺のね、上がり加減で、まずここは重要なサポートであるという認識はお持ちください。で、ユーロドルですけども、まあ、あの、1.31709、ここを超えましたね。でも、ちょい超えなんですよ。まあ、もう少し、こう、大予選出して頑張ってくれて、きちっと上抜いていただきたかったですよね。でも、なかなかそういう動きはしてくれないんで。 ちょっとね、判断できかねるんですよね。これが、下髭とかでぐーっとこう来るような、なんかそんなような、はっきりわかるようなね。で、上髭が特に大きく出てるわけじゃないし、これも判断つきづらいですよね。まあ、あのしょうがない。まあ、あの、ただ、ここ今から判断するんだと、ここと、ここと、まあ、この辺ですよね。トリプルトップの可能性もあるんで、 で、しかも、トリプルトップどころじゃないんですよね。<laughs> これ、4回目ですからね。ここからもし破裂するようなことがあると大変なことですよ。でも、ここまでさらにグッと上抜けるようなことがあると、ここの重要度が増してくる。サポートとしてね。ここのところ。あと、まあ、こっちも必要ですけども。そのようにこういう重要なサポートができてきた。2回も止まってる。やや強めに意識されるポイントが出てきてそれは言えます。だから、上がるときは、このサポートを、まあ、あの、まあ、ストップにして、 回戦略もいいかもしれない。でも、ここもそれなりにやっぱり重要度が高いレジスタンスですよね。まあ、そう簡単に抜けるかどうかっていうのはまだまだ分からない。まあ、これが超えたからといったら、ちょっとバラ色のね、未来が待ってるわけではないということですよね。<laughs> 失礼しました。で、まあ、ユーロ円もね、ドル円と似たように、えー、と、ここね、週末では3回目ですよね。 で、冷やしなんですけど、まあ、これもまあ、要線で弾けてますし、なんかもうレジスタンスは100.978超えちゃってますから、まあ、次はここなんですよね。だから何もない状態じゃないですか、この辺って。で上がりやすいことは上がりやすいです。じゃあ抜けるかどうかってなったら別問題。だからここまで来たらもう様子を見ていいと思います。あの、ちょっとここから買いっていのは、まあ押しをつけるのを見てから買いっていのはありなんですけども、それを110.418超えるかどうかわからないんで、超、まあ、えてからの押し目の方が間違いないですよね。 その辺は注意してください。いつも言ってることなんですけども。まあ、重要なサポレジーを目の前にしたら必ずね、越えた場合の押し、押しや戻りを狙うと。で、ポンドドルもいよいよ分かんないですよね、これね。突き足しちゃうとなんか横方向になっちゃってる。中足でもまた戻ってきてるって感じですよね。でも、しっかり越えない感じで終わっちゃってるんですよね。で、こう3回止まった。で、ここから反落してきたらこの間でしばらくボックスが続く可能性は十分にあります。 でも、ここを超えると、何度も止まったところを超えたんで、ここのところをちょっとアタックしていく可能性もあるということですね。だから、この辺は非常に注意してはいただきたいというふうに思います。えー、ではね、今日のトレード解説はここで終わりにします。